おぼんでーす。今回は視覚障害 Q&A 質問についてお答えしていきたいと思います。視覚障害について聞きたいなと思っていることがあってもなかなか質問する機会ってありませんよね。私は YouTube、TikTok、Twitter、Insta など様々なところで視覚障害について紹介しています。なのでコメントを通して質問も多く寄せられていますので、そのことも含めて今回はよく質問されることについてお答えしていきたいと思います。クエスチョン、この杖って何の杖？アンサー。よく聞かれます。人によっては足が悪いんですかというふうに言われることもあります。日本では白色と黄色い杖は視覚に障害を持っていますという印になります。白い杖と書いて白杖と言います。その他の色の杖は体に不自由さを抱えている方が持っていることが多いです。クエスチョン、視覚に障害があるのにどうやってコメントを返しているの？アンサー。視覚障害にも全く見えない全盲と、私のように視力の数値は低いんですけど少しは見える弱視がいます。携帯やパソコンの画面を目に近づけることで文字は見えます。なのでどのようにコメントを返信しているのかというと、画面を目に近づけて皆さんと同じ方法でコメントを返信しています。全盲の方は音声でコメントを返信することができます。クエスチョン、小杖さんはどのくらい見えているんですか？アンサー。そう、弱視といっても見え方は人それぞれなんですよね。まず私は新聞や雑誌などの小さい字は見えません。なので小さい文字を見るルーペを使って小さな文字は読んでいます。また人の顔はすごく近づかないと見えていません。声やその人の背格好、着ている服で判断しています。信号は青信号なのか赤信号なのか判断できる時とできない時があります。日中は判断が難しいです。夜は見えやすさが増すので青信号なのか赤信号なのか分かります。あとは見たいものを近づければ近づけるほど見えるようになるので目に近づけていろんなものを見ています。さっきの信号の話のように、その状況によって見え方が変わります。例えば黒い背景に白い文字は見えやすいんですけど、白い背景に黒い文字は見えにくいです。なのでパソコンの画面も白と黒を反対にして見ています。また明るい場所になると見えにくくなるので、日中の時間帯や雪が降っている場所などはとても見えにくいです。なのでその時の光の状態だとかコントラストの状態で見え方が変わってしまいます。あとは目が疲れれば疲れるほどぼやけ具合がひどくなっていくので、頑張って目を使った後は見えにくくなっています。ではちょっとね、実際の見え方見てみてください。こちらの映像は視覚に障害がない方を想定した画像です。この画像が私はこのように見えています。私はピンボケ状態がすごく強いです。あと真ん中が見えていないということになります。クエスチョン、コンタクトやメガネ、レーシックで視力の数値は上がらないの？アンサー。目の構造上どの手段を使っても私は 0.09 以上視力を上げることができません。眼球の形が奥に少し長いということと、勝手になんですけどこのね、目がねこう細かく眼振って言って揺れていることと、あと黄斑部というところに異常があるということで、そういった矯正っていうのが 0.09 以上難しいと言われています。ちなみに裸眼が 0.02 で特注のコンタクトをして今は 0.09 まで上げてます。検査の数値と生活していく中で見る力ってまた違うものなので、こう皆さんが思い描く 0.09、 例
えば自分が 0.09 くらいだと思った時に同じだなということにはなかなかなりません。例えば私は、白を基調としたお部屋に行くと一気に見えにくくなってしまったり、あとは動いているものが目で追えないという部分だったり、そういったいろんな見る力っていうのが人それぞれ違うので、一概に 0.09 っていうのが皆さん同じ見え方、特に視覚に障害を持っている人は同じ見え方にならないそうです。クエスチョン。視覚に障害があって一番大変なことって何？アンサー。いくつかあって、まず外を歩くことが大変です。特に雪道は眩しさに弱い私にとってすごく大変なことになります。屋内は知っているところは白杖がなくてもスタスタ歩くことができますが、広い場所だと覚えるまではゆっくり慎重に歩いています。あと人の顔を、識別判別するのが難しいです。誰が誰だかわからないことが多くて、声だとか服装、その人のシルエットなどを元に見当をつけて相手を判断しています。何せこう目からの情報が不足した状態が常に起こっているので、その情報が不足してなんか物事が処理できなかったり判断できなかったりする時がちょっとやっぱり大変なので、工夫をしたり方法を変えたりサポートを依頼して様々なことをクリアしています。クエスチョン。自分も裸眼が梢さんと同じ 0.09 くらいで、またはそれより数値が低くて、自分も視覚障害なんですか？アンサー。メガネをかけたりコンタクトをしたり矯正をして 0.3 以上いくと視覚障害にはなりません。その他視野だとか色の感じ方だとかいろんな兼ね合いで 0.3 以上あっても視覚障害になる場合もあるんですけども、この矯正ができるかできないかっていうところはすごく視覚障害になるかならないかっていうところの大きなポイントになります。クエスチョン。障害について聞かれることについてどう思いますか？アンサー。私はむしろ嬉しいです。白杖を見てこれは何の杖ですかって聞かれることも嬉しいです。自分から障害について初対面の方や周りの人に何でもかんでも言うっていうのは正直迷いがあります。会話のテンポだったり伝えるタイミングだったり伝える必要がないシーンもあります。なので知りたいなって思っていただけた時に質問されると私は嬉しいな、自分のことをお話しできるチャンスをもらえて嬉しいなって思っています。特に長い時間を過ごす相手は聞いてもらったり私がちゃんと説明したりしないとどうしたらいいのかお互い困ってしまうと思うので、お話しすることは大事だと思っています。クエスチョン。化粧はどうやっているんですか？アンサー。私の見え方は近づければ近づけるほど見えやすくなります。それでもぼやけた状態ではあるんですけど、かなりこう目に近づけて化粧をしています。全体像を確認することはできません。例えばじゃあ今よりもっといいメイクをやってみようとか、この服にはこのメイクかなとか、そういう細かいことはなかなかできません。姉が化粧の仕方を教えてくれたり、この色が合うんじゃないかとアドバイスしてくれたりしています。ブラインドメイクという視覚に障害がある方でもメイクをする方法があります。指や肌に当たる感覚で化粧をしていく方法です。クエスチョン。洋服はどうやって選んでいるんですか？アンサー。家族や店員の方に聞きながら洋服は選んでいます。なぜかというと、まず自分が着て鏡に映してもその映像がぼやけていて見えないので似合っているのかよくわかりません。そもそもお店の中にある服もどんなものがあるのか手に取ったものしか把握しきれないので、一着一着見ていくと時間がかかってしまいます。なので一緒に行った家族や店員の方にその部分もお願いしています。毎日着ている洋服選びは手に取ってみれば何色かはわかるのでクローゼットから選んで着ています。私の全盲の友人は
洋服の色を点字で打った紙をポケットなどに入れて、その服の色が何かを分かるように管理しているそうです。また入れる場所や服をかける場所を決めて管理している友達もいます。クエスチョン、料理はどうしていますか？アンサー、私は見え方がとてもぼやけているんですけど、小学生の頃から料理をする機会が日常的にあって、場数をいっぱい踏んできたこともあったので、皆さんと同じ方法でやっています。私は生まれつきなので、その状態が当たり前なので、料理も何の抵抗感もなくやれました。途中で視覚に障害を持った方は、その状況になれるまでは料理がもしかしたら怖いなと思う方もいるかもしれません。見えにくさを補って安全に料理を進めるための便利グッズもあります。視覚に障害あるかないか関係なく、料理にどれくらい興味があるのかっていうことが料理を良くするかしないかっていうところに影響するんじゃないかなと私は考えています。私の全盲の友人も、朝昼晩と自分で自炊している人も多くいます。クエスチョン、点字は使いますか？アンサー、私は日常的には点字は使いません。みんながみんな点字を使うわけではないです。点字は視覚障害者の約 10% の方が使っていると言われています。全盲の人でも点字を使わず音声で文字処理をしている人がいます。ただ私は、視覚に障害を持っている子どもたちに勉強を教える学校の先生だったので、テストを作ったりするために点字というのが使えなくてはいけなかったので、教員になった時に点字は覚えました。仕事で必要だったので点字を覚えたということになります。いつも YouTube、TikTok、Twitter などコメントありがとうございます。皆さんに質問していただけることで、私も自分のことをお伝えすることができています。コメントはなかなか全部返しきれてはいませんが、すべて読んではいますので、ぜひこれからも疑問、質問、感想などコメントいただけたら嬉しいです。また今回お話ししたことは、私の見え方に合わせた内容が大半になっています。視覚に障害がある方は人によって見え方がそれぞれなので、その人にぜひ直接聞いてみてください。それではまた YouTube で会いましょう。オーバンでした。